はい、第一カニバルですね。まあ、始まりましたね。まあ、本日もね、適当飯エピソード2ということでね、ちょっとやっていきますか。もう早速ね、やっぱ無駄な時間だらだらさ、しょうもないこと喋ってもさ、意味ないじゃないですかね。まあ、皆さん貴重な12分間、12分間じゃねえか。貴重な動画で、やっぱ、娯楽のね、この動画見てくれる時間だと思うから、ちょっとね、もう早速、もう僕のね、その YouTube のネタがなくなった時のためにね、もうね、バンバン、もう今撮ってるんですけど。今日はね、唐揚げのね、冷凍の唐揚げをね、食べたいと思いますね。うん。まず米、お米をね、電子レンジでチンして。本日はね、これ、見えるかなこれ。うん。これ。はい。国産若鶏の塩唐揚げ。うん。こちらをね、まあ、ちょっと、食べてね、行きたいと思います。まあ、食べたいって言っても、時刻もね、今もう深夜の2時なんですよ。うん。深夜の2時でね、ちょっとほら、大きい声出せないじゃないですか。うん。ちょっとね、横の人たちもさ、ね、今多分みんな寝てるのかな？わかんないけど。ね、壁が薄いからさ、うん。壁がね、僕のね、家、アパートさ、やばいんですよ、マジで。横の人のね、寝てるいびきがね、めちゃくちゃ聞こえるんですよ。うん。ちょっと待って、画角変えるか。そう、よし。そう、寝てる人のさ、いびき聞こえんだよ。やばくないですか、普通に。うん。だから、そのいびきによってさ、あ、今日隣の人いるなとか、あ、今日隣の人、ね、なんか夜勤かわかんないですけど、ね、夜お仕事行ってんだなとか、わかるんですよ。うん。そう。でもね、あと隙間風もやばいんですよ。うん、隙間風がね、ほんとすごくて、その大きいドアもそうだし、その風呂のドアもそうだけど、風がもうやばくて、だから今これ撮ってるのがね、5月の、25か6かなんかなんですけど、まあ、結構暑くなってきたじゃないですか。うん、なんですけどね、僕んちね、風通り良すぎて、その前を隙間風やばすぎて寒いんですよ。だから今こういう風にさ、長袖を着てるんですけど、うん、マジでね、やばい。夏はね、涼しいんですよ。うん、これが、500W で3個、3個、なんで3個ねえんだよ。おい、なんで3個の唐揚げがねえんだよ。じゃあ、いや、4個。だから1分40秒でいいか。うん。4個もったいないからね、3個ずつぐらいがね、やっぱちょうどいいんですよ。これ食べ物っていうのはね。やっぱね、食べ過ぎてもね、やっぱ、ね、ダメじゃないですか。うん。食べ過ぎたら死ぬんでね、人間は。よし。これラップすんのかな、これ。これは、ラップしないんだ。ラップはした方がいいな。まあいいや。ということでね、うん、ちょっと待とう。もう消そう。よしよしよし。これで唐揚げくんがね、チンしたんで。あ、どう？これ、温まってる？大丈夫？あ、いや、冷てえじゃねえかよ。なんなんだよ。全然、時間の表示通りやったけど。ちょっとダメだ。ちょっと一回裏返して、また再度行くか。うん。あ、まだうまそうじゃん。普通に。もう一回ね、チンして。熱っ。皿は熱いんだな。よし、もう一回行こう。よし、一分ぐらいでいいか。よし、次こそね。次こそ。あ、いや、皿熱っ。いいじゃん。よし、いいじゃん、いいじゃん。もう食べよう。めんどくせえし。よし。そしたらやっぱ唐揚げにはね、マヨネーズ。あ、なんか画角がなんか高えな。まあ、いいや。いや、斜めになったらちょっとね、見てる人たちがね、やっぱ困っちゃうからね。斜めだってね、斜めになってるってね、こうやってね。はい。だから、ね、あ、この、ケチャップ。ね、ケチャップね。おい。何勝手に落ちてんだよ。おい。あと、マヨネーズね、ま、エピソード1見てくれた人は分かる通り、この、賞味期限切れのね、マヨネーズとケチャップを持ってこう。ほい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 。やっぱ唐揚げにはね、マヨネーズとね、ケチャップがね、必需品なんですよ。オーロラソースっていうの。うん、わかんないですけど。なんか確かオーロラソースの名前だった気がするな。よしと、あと米。うん、米はもう1人前でいいや。うん、深夜ね、今遅いんで、うん、今から食べてもさ、やっぱ多分ね、寝る前に消化も悪いと思うから。うん。って言ってもさっきまで僕爆睡してたんですけどね。バイトがね、7時に終わって、夜のね。そっからね、もう疲れ切っちゃって、なんか。そう、僕体力ないからね。体力ないからさ。ほんとね、バイトとかさ、そういうなんか、まあ、仕事、社会人ってやってた時とか、ね、その日の仕事が終わったらね、なんかその、なんか、マジで疲れて1日寝ちゃうんですよ。もう1日っていうか、その次の日ね。次の日じゃねえか。
その日のすぐ帰ってさ、飯食って風呂入ったらもう寝ちゃうんですよ本当に。おいカメラどうなってんだよ。よし、いいじゃん、一回止めよう。よし、じゃあ食べていきましょうかね。よし、お、いいじゃん唐揚げね。唐揚げ3つ、体にはね悪いと思うけどなやっぱり。うん、よし。まあでもね、あの死んじゃうのよくないな死んじゃうのはよくないけど、まあね、あの楽しくね、あのやっていければねいいから。よし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 、いいんじゃない、やっぱね。あ、なんで見えねえじゃん、見えねえじゃないか。おし、こんな感じでね、唐揚げ食べます。うん、唐揚げ、うん、米もうまい、やっぱりね。うん、いやでも今から寝れないですね。今2時なんですけど、今から寝て、今日バイトは8時からだから、どうしようかな、寝れないな。うん、マジでね、僕昔から朝方なんですよ、めっちゃ朝方で。うん、夜だから本当何もない時なんか僕10時ぐらいに寝たりするんですよ。夜の22時に寝て、で次の日になんか、ね、5時とかに目を覚めちゃうみたいな、そんな感じなんで、ね、だからね、本当仕事とかさ、なんかライブとかそういうなんか体力使った時とかってもう本当にね、帰ってもう何もできないですよ。うん、それこそ僕あの風呂入んないで寝る時とかありますしね、普通に汚いけど。本当にもうね、もうなんか普通に髪の毛とかワックスとかさ、なんかねつけてる時とかでもう帰って、ああもう無理みたいな、もう無理だみたいな感じでもう寝るんですよ普通に。うん、ありますよね。うん、これうま、これうまいな、これめっちゃくちゃうまいです、これ。うん、これ唐揚げめっちゃうまいな。うん、うん、うん、うまっ。だからその小さい頃とかだったら夜更かしをできる人に憧れてて、これマジなんですけど、だから早く寝ちゃう分、なんかよくさ友達とかみんなさ、夜中のあの番組面白かったとか、ね、みんな夜中までね、なんかね、なんか映画見てみたいな、みんなね友達の家で映画見てとか、僕そういうのできないんですよ。うん、速攻寝るんですよ。うん、だからそれが羨ましかったんですけど、うん、なんか今隣の人が帰ってきたかな、いや。そんな感じですね。うん。ほんと、あ、そうだ。このね、この前ね、あの、その、社会人時代の友達の結婚式に行ってきてね、あの、あれが届いたんですよね。なんか、引き出物っていうのが、よし。どうですか。ね、ほら、ね、なんかたくさんね、いただきましたね。いや、これはね、貴重なんですよ。これ、金がない芸人にとってはね、マジで貴重っす。自分でさ、その、カタログから頼むシステムのやつなんですけど、僕はね、オットマンってわかる？その、いるのか、いない、いらないのか、今は多分に、世間でも、議論されてる、あの、ソファーとかさ、に、足乗っけるやつ、わかる？あの、こういう風にさ、ソファーとかにこうやってなんか、見えねえじゃねえかよ、俺の足がよ。ほら、おい、もういいや。まあいいや。ほら、足乗っけるやつ。だからあれいるっていう人もいればね、ぶっちゃけ結局使わなくて邪魔になるとかいるんですけど、まあ、そのオットマンね、まあ、ちょっとまあ安いやつですけど、多分折りたたみ式のオットマンと、あとバームクーヘンかな。バームクーヘンはね、まあ、私のね母がねバームクーヘン好きなんでね、まあ、いつかね家に帰った時にね、まあ、その持っていこうと思います。もう一個がなんだっけ、あ、卵かけご飯セットそう、醤油もらえるじゃん、卵かけご飯専用のなんか醤油がついてるから、うん、俺卵かけご飯めっちゃ食うんで、うん、だからまあ、ね、それで、うん、たくまくんありがとう、うん、ありがたいですね、結婚式ね呼んでいただいてありがたいですね本当に。うん、まあ、そんな感じでね、あのまあ特に話すこともないんですけど、今時間何分だ、うん、まあいいかいいかいいか、うん、そう、うん、やっぱりね、ね、ダメだ。これダメだね。やっぱ台本みたいなのちょっと軽く作ってないと、ダメだな。なんか、うん。ぐだぐだになる。本当に。全部。でもさ、いつものなんかさ、同じね、飯食ってる動画でもさ、お料理クッキング、その見てくださってる方ありがたいんですけどさ、大カニのお料理クッキングとかさ、最初に俺がさ、扉からさ、なんか、ね、いや、始まりました。第一回見るのお料理クッキングでいいですか、ね、キモくねあれ普通に自分でもさ、僕自分の動画別に見返さないですけど、アップロードしてちゃんと映ったかなと思ってさ、
確認したらさ、急にね、なんかこんな27歳のさ、なんかもうこんなキモい、なんかね、気持ち悪い俺がさ、なんか、いやー、始まりました。ね、いやー、ね、今日はね、ホニャララを作りたいと思いますとか言ってさ、気持ち悪いなと思って、痛いよね、あれね。自分で見てもね、痛いよね、なんか、うん、気持ち悪いなと思って。そう。だから、うん、普通に素でさ、うん。どんな感じみんな見てるんですか、あれ、マジで。俺が、もしね、俺の友達がなんか芸人とかなんかそういうのやってるっつって、ね、同じ動画、多分お料理クッキングっていう、同じ動画を出して撮ってたと思ったら、俺なんかもう寒くて見れないもん、友達が。友達がなんか、はじめましてとか言って、もう絶対だもんね、マジで。普通に。LINE ブロックするもんね、普通にその。うん。まあ、ということでね、もうちょっと、時間が長くなってもね、アップロードする時間がめんどくさいんですよ、YouTube にね。うん。めんどくさいんで。うん、もう、終わりますね。うん、特にオチもなかったな。あ、よいしょ。